今ここが到着ロビーが場所が変わって2階の中央に変わったということで、こちらはもう保安検査場出発ロビーへ上がる、この辺が到着ロビーだったっていう気がしますね。今リニューアル中なんだけども、この辺のフロアはあんまり変わってないように思うんですよね。あ、かっこいい車椅子だ、空港の車椅子ってこんな感じの楽乗りカウンター、なるほど、こういうのがあるんですね。あ、それでそこのさっき椅子に座ったのがこの一番のカウンター用なんですね。なるほど、さっきここのですね1番2番のところで窓側に、前方の窓側を席に変更していただきました。あ、で通常のチェックイン搭乗手続き、こっち3番から入ったんですね。でその前にさっき間違えて、この真ん中の荷物の手荷物を預けるところから間違えて並んで違うよって言われて3番のところに並び直したんですね。この真ん中が手荷物、国際線への搭乗手続きはこちらで受けたもの。ほう、あ、違うか、それ機械、ここは機械だけなんですね。でこちら側にですね、ちょっとしたファーストフードのお店が並んでますね。あ、ソフトクリーム食べたいな、ちょっとでも後にしましょう。ここから上がってですね、あの保安検査場に入るっていうのは昔と変わってないように思うんだけども、そこに11番の国際線乗り継ぎっていう入り口があって、こんなのなかったんじゃないかなっていう、うわ、あ、今やってないんですね。この時間は電気が消えて国際線乗り継ぎの手続きないんです。ちょっと外へ出てですね、向こう側の JAL を見てみたいと思います。あ、なんかこの辺すごい綺麗になってますね。いや、この辺がどんなんだったかな、全く覚えてない。あ、切符売り場、バスの切符、はいはい、昔よく新大阪駅行きのバスに乗りました。ターミナル案内図、現在地中央エリアですね。北側が JAL なんで、ちょっとこのまま歩いて JAL の方を見てみたい。大阪空港ホテル、昔利用したことはあるんだけども、お、なんだか、おしゃれなアートっていうか、こちらもバスの切符売り、あ、そっか、バスの切符売りは場所が変わったの、到着口のフロアが多分変わったんで、あ、懐かしい JAL 側ですね。あ、なんかこの辺変わってないような気がするな。うん、あ、そんなことはないか、こういう機械昔なかったと思うんで、まず入り口に自動チェックイン機なんですね。があって、ビジネスクラス、あ、国際線乗り継ぎ、こんなだったですかね。手
前の国際線乗り継ぎになったんですね。で向こう側は、ここから上がるところは多分一緒だと思う。あれ、あ、ここが普通の国内線ですね。あれ、こんなだったですもんね。こちら側もあの一番奥が昔到着口で、ここも変わったのかな、あれから出てきたんじゃなかったかな。で、でも記憶は今度戻ってですね、上上がってみましょう。乗り継ぎにぎわってますね。ああ、なんとなくこんなんだったような。ちょっとお店とかは変わっちゃって、あ、ここでもヒルトングランドバケーションやってるんですね。どこ行ってもやってますね。検査場の入り口も多分変わってない。私の記憶がもう変わった場合なんで、もう変わってないのかな。スマートレーン、あ、なんかそういうのができたっていう風に、これが変わったんじゃない。スマートレーンね、後で利用してみたい。坂を探してるうちに迷子になって、今3階のラウンジ大阪と前を通ったんですけども、とりあえず到着口を見つけたんでました。これが新しくなった到着口です。多分今まで北と南にあったものを中央一箇所にまとめたんじゃないですか。そうですね、だから大幅に変わったでしょうね。これ今到着口ですね。さて、どうやって展望デッキに行くのか、どっかで聞いてみようと思います。よいしょ、展望デッキ。こっからか。こんなんなってんの。おお、展望デッキに出てきました。あ、暑い、これ暑いや。ちょっと